で実はもうちょっと天井見てもらえば本当によかったんですけど、今の自然の光なんですね、これ。あ、そうなんですか。上がガラス張りになってるので、で本当にもう全面が天井全部あれステンドグラスですから、ものすごくまあなんていうか、ね、贅沢な作りです、ね。暑くならないんですか、夏とか。うん、まあそれでまあ空調を今やってるはずなんで。いやいや、もう一切公共の今法律で今決まったでしょ、公共の建物の中でタバコは吸ってはいけない。原さんとかそのなんか黙々会に入ってる。あ、よく知ってますね。いや、もともとね、財務省の人は財務省の管轄なんでね、だからタバコ、はいはい、使用とか、なぜかというと税金だから、税金を管理してるんですね。タバコもそうですし、うん、でお酒もそうです。だからそういうのは全部財務省が管理。だから財務省の次官とかやった人は日本タバコの会長になったり、まあ天下りみたいな、よく言われる。